こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金の、第2弾と言えるのか、その文言が出てきました。まだこれね、どうなるかは全然わかんないというよりも、ちょっと可能性はそんなにないんですけども、衆議院運営委員会っていうのが2021年1月7日今日ありまして、でライブ配信をちょっと見てたんですけども、今終わったところなんですよね。で、国民生活党じゃない、国民民主党の浅野さんですね、浅野議員です。浅野聡議員ですね。今写真出てます、右側のこの若い方ですね、黄色で囲ったあのうさぎさんのちょっと右です。でうさぎさんのちょっと左にいるのは玉木代表ですよね。でこの浅野聡さんがね、この衆議院運営委員会で、西村大臣に、提言してくださったんですよね。その模様がありますんで、ちょっとご覧いただきたいと思います。動画の方どうぞ。1分ぐらいだと思いますんでね、2分かな、2分ぐらいだと思いますんで、どうぞ。以上3点で、最後にご要望させていただきますが、生活資金の確保で苦しむ方々への給付金を検討していただきたいと思います。コロナ不況が長引く中、国内の雇用環境は悪化をし続けています。まず影響を受けたのがアルバイトや有期契約雇用の方々、仕事を失って厳しい環境の中でこの年末年始過ごした方もたくさんいらっしゃいますし、話も聞きました。こういった方々については貸付制度はありますが、この貸付制度だけではとても彼らの不安は払拭できない、生活は維持できない。ぜひ給付金制度ご検討をお願いして、私からの発言を終わります。以上、藤村大臣。お答えを申し上げます。まずご指摘の雇用調整助成金につきましては、追加で約 2.1 兆円の財源を確保しているところでございます。しっかりと雇用を守っていきたいと考えております。月額上限33万円の特例措置につきましては、現在2月末までと先ほどご指摘のあったところであります。もう時期が迫っているわけであります。緊急事態宣言ということであります。しかるべきタイミングでですね、この延長についての結論を出す必要があるというふうに考えているところであります。それから、持続化給付金をはじめとしていくつかの支援策について、ご指摘がございました。厳しい影響を受ける事業者の皆様に対してですね、特に中小企業、小規模事業者の皆様に対して必要な支援策を機動的に講じていきたいというふうに考えているところでございます。合わせて生活が非常に厳しくなっている皆様方に対して、年末で一人親世帯への支援、あるいは緊急国資金を6ヶ月まで延長する、あるいは住居確保給付金ですね、これは住宅代を支援をする、家賃をですね支援する、これも9ヶ月まで延長しているものというふうに承知をしております。様々な支援策を講じながら、厳しい世帯の皆さん方にもしっかりと支援をしてまいりたいというふうに考えております。そして、4.6 兆円の予備費も確保しておりますので、機動的にそういったことに対しても対応してまいりたいというふうに考えております。受験のお話がございました。まさに、受験生が安心して実力を発揮できるようにですね、そして人生の進路をまさに左右する、はい、いかがでしょうかね。浅野聡さんの事務所にやっぱりね、感謝と応援のこれ電話やメールをするのはいいことだと思うんですよ。プラスこのタイミングで西村大臣に、いや本当に今日ね、運営委員会見てたけどもその通りですよと、あそこ聞いてましたかと、もう政府はやってますよじゃないんですよ、全然しょぼくて足りないんだと、もう死にそうですよってことをね、訴えかけてもらいたいと思います。この国民民主党へのプッシュと、あとはね、西村大臣への何やってんのというね、この苦言と、この両方で攻めていきましょう。それぐらいしかね、私たちやることないですからね。一歩でも二歩でも前に進めばいいかなというところでございます。今予算編成が済んで、もう決まった予算の中から配分というのがね、これからどんどん出てきます。要するに予算執行しないといけないんで、じゃあどこに使おうかなってタイミングなんですよ。ぜひね、みんなで国民生活支援に引っ張っていきましょう。国民民主党が味方です。では行ってらっしゃい。